世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。俺か、はい、パーソナリティの株式会社古典深井龍之介です。はい、同じく株式会社古典の楊栄志です。このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった株式会社古典の皆さんと一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。はい、お願いします。もう深井さん、その自分の名前とか忘れたんですか？肩書きとか、あ、俺かみたいな。いや、今日さ、ショート編に俺初めて出たから。あ、そうなんですよ、今日ショート編なんですよ。そうね、そう、俺から言うんだと思ってさ、うん、まあ、そうかそうか、うん、そうなんですよ。今収録してるのがちょうどサラディンと十字軍編を配信してる途中なんですよね。最中なんですけど、うん、いや結構なんかね、この初期メンバーの3人で話すって、うん、実は意外と久々。そうっすよね。そうだね、確か Spotify オリジナルとかで。そうだね、一応この体制ではあった。そうだよね、だからあれもだ、結構昔だからね、昔だから、うん、でなんか本編がっつり3人で話すっていうのが久々だし、まあ、あとなんか結構構造系続いてたじゃないですか、老、うん、いとしとか障害とか、うん、でなんかああいう人物がなんかバーってやるみたいなのを3人で話すっていうので、やっぱ結構ね、僕もそうなんですけど、なんか初期の感じの、あのグルーブ感、しました、グルーブ感みたいな、はい、あって、やばい人列ね、うん、やばい人列ね。今年しばらくね、もう俺それにしようと思って、やばい人列、ね、あ、やばい人列ですか、うん、いやなんかやっぱ構造系をさ、はい、食べすぎたよね。食べる、あの3部作がすごいちょっと胃もたれして、まあね、うん、社会的な価値はものすごく高いけど、あったけど、まあね、確かに重いというか、しばらくなんか本当アレクサンドロス編みたいなやつをずっとやりたいんだよね。純粋に歴史の面白さを伝える、なんか話として面白い上に、まあ知ってた方がいい話みたいなのを、まずは、あ、いいですね、はい、だからね、もう重いやつも楽しいし、軽いやつも楽しいし、構造も楽しいし、人物も楽しいし、いろんな楽しさがありますから、はい。で、一応今回はショート編ということで、まあ、ヤンヤンさんがメインスピーカーを務めるということで、はい、まあ、大体ね、あの本編って10話から12話ぐらいやってるんですけど、はい、まあ、このショート編ではまあ4話ぐらいかな、今回はね、うん、やっていくというカジュアルに聞ける内容となってますということで、はい、じゃあ早速いきましょうか、はい、じゃあヤンヤンさんから今回のテーマお願いします。はい、燃えよ竜の歴史、人類を魅了し続ける神獣の起源という、いやこれ竜、竜テーマ設定がすごい、俺もね、あ、もうこれね、もう人間じゃなくてもいいじゃん。そういうついに動物までに手を出そうかなと思って、うん、まずそこの発想やったんや。そうそうそう、人間の歴史の次動物行こうってなって、動物行こう、あ、そうなんです、そういうで動物でもねえからね、神獣だからね。そうだよね。いや、もう犬猫とかじゃねえんだ。犬猫好きだでこうやろうとしたけど、うん、話広がりづれえなとか思って、うん、あ、竜にしようと思った。竜は広がるんだ。竜は広がる。だってですね、想像してるからね、人間が。確かに、まあ、あと多分なんか分からんけど社会的な意味をつけられてそう。そうなんですよ。竜は。竜はね。もうヤバ動物列伝に入っていきます。あ、そのシリーズはね。あと個人的な思いで言うと、うん、あの竜について僕やっぱ結構ちょっとこうモヤモヤ感があったんですよね、うん、僕個人的にも、でそれは竜について、それか竜之助について、どっち、竜です。言いづらそうに言うとなんかセカンドメッセージ伝わるからやめてもらっていいですか。違う違う、純粋に竜について、うん、まあ、十二支ってあるじゃないですか、うんうん、まあ、日本で言うとまあ江戸でよく言われるんですけど、うんうん、はい、一人だけ意味不明なやついるじゃない。確かにね。本当にそう。一人だけ動物なんかね。いや、マジでそうで。いや、疑問に思わなかったですか。あの4歳の時に虎之助が十二支覚えてきた時に、竜が存在しないっていうことがよく分かってないですよ最初。ああ、いると思って。そうそうそう。だから、ああ、なるほど。竜もいると思って。ネズミ、牛って絵本で見て、うんうんうん、で普通に竜って出てくるから、うん、竜って動物園にいるのみたいな感じで、ちょっと困るんですよ。いや、そうなんですよ、ね。困る困る。だってお前いねえじゃん。はい、どこ中なんみたいな。概念よねお前みたいな。他のさ、はい、動物みんな実在してるのに一、うん、人だけなんか確かに ね、 なんかね、空想上の動物でさ、なんかスーツ着てみんな面接に受けてきてるのに一人だけなんか金髪革ジャンの人がいるみたいな。いやいや、そんな感じ。金髪革ジャンはもう僕じゃないですか。そうです。すいません本当に。なんだけど竜ってめちゃくちゃ人気じゃないですか。 そうね、それが僕の中ではちっちゃい時からのモヤモヤで、うん、なんかあらゆる時代と場所で生息してるじゃないですか、うん、そう
もうどこで龍が現れてるか、うん、あの例を挙げていきますね、うん、まず人の名前ですよね。そうね、はい、深井龍之介、まさに坂本龍馬ですよね。確かにね、はい、うん、あと言葉とかメタファーもいろいろ使われてますよね。龍宮城とか、うん、確かに登龍門とか、うん、はいはいはい、恐竜龍角散とかさ、うん、龍角散確かにね薬の名前ですよね、うん、あとアニメ漫画ゲームとかですね、もう腐るほど使われてますよね。確かに、まあ、竜っていう言葉じゃないですけど、例えばポケモンのドラゴンタイプとかありますよね、怪竜とかね、あ、うん、ドラゴンクエストとかドラゴンボールとか、はいはいはい、あとトラちゃんがほら好きな学研の最強図鑑のシリーズあるじゃないですか、はい、僕の息子虎之助に詳しいやん、詳しいやんでそれもなんかドラゴンを集めたなんか最強図鑑ってあるじゃないですか、はい、もちろん読んでますよ、ね、これ最強図鑑が好きなんだ虎之助。最強図鑑めっちゃ好きっすよいろんな動物を争わせて最強を決めるっていう本楽しそうだめっちゃ面白いですよ、はい、ドラゴンも出てくんだ、それドラゴンシリーズが出て、西洋と東洋のドラゴンを戦わせて1位を決めるっていう本があるんですけど、そうなんだ、ちょっと面白いんですけど、そう、はい、あと必殺技とかにもめっちゃ龍使われてますよね、昇龍拳とか、はいはい、あと流浪に剣士の日村剣士ですよね、九頭龍戦とか、はいはいはい、蛇王炎殺黒龍とか、はいはいはい、分かるかな悠々白書の比喩です、蛇王炎殺黒龍があったね、分かるでしょ、もう分かってない人日本人じゃないよいや自分中国人でしょまあまあまあ、はいはい、とかあとお祭りとかにも普通に登場しますよね、うん、あの九州でいうと熊本県の菊池市に菊池白龍祭りっていうお祭りがあって、うん、まあ、僕も参加したことがあるんですけど、菊池市の守護神が白龍なんですよね。もうめっちゃでっかい龍をなんかみんなで担いでそれあの練り歩くみたいなお祭りがあるんですね。だから神様として扱われてると、うんうん、あと長崎くんちの龍踊りとかもですね、ありますし、あとは龍神とか龍の神ですよね。だから龍王とかを祀ってる神社とかもあるじゃないですか。いっぱいありそうやね。で、あと絵画とか建築とかもありますよね。なんかお寺とか神社でよく見ますよね。僕が行ったところであれで言うと、日光東照宮の泣き龍って皆さん知ってますからね。なんか天井にでっかい龍が描かれてて、でその龍の頭の下でこう木を打つとなんかキンっていうその音が反響して龍が鳴いてるように聞こえるんですよね。行きました行きました。はい。あとはあの画家でいうと横山大観ですね。横山大観の龍怒りて雲いたすっていう絵が、有名な絵があるんですけれども、これ多分美術の教科書とかにもね出てて、皆さん検索したら多分、ああこれ見たことあるっていう絵が出てくると思います、はい、あとはまあ入れ墨とかでも龍をねこう入れたりしますし、あとスカジャンとかもね、龍のスカジャンとかもあるじゃないですか、あれとかもね龍が使われてますよね。あと国旗にも龍が使われてますね、はいはい、有名どこで言うと、まあ、ブータンですよね、はい、うん、ブータン玉を握っている龍が描かれてます、うん、はいはい、あとオカルトとかでもすごく人気なものとして、うん、扱われたりとかもしてますね、はい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 、このようなその龍の文化っていうのは、まあ、長い間人間と共存してきたわけなんですよね、うんうんうん、でもちろんその東洋の龍もいるし、まあ、西洋のドラゴンっていう存在もいるわけですね、はい、まあ、一応言っとくと、このタイトルになったね、燃えよドラゴンはブルース・リーですからね、うん、そうなんですよ、確かに、だからまあ強い人の例えでももう強いものの象徴みたいなことで使われてますよね、はいはい、うん、だから人間のあらゆる世界であらゆる場所に生息している龍なんですけれども、うん、龍を理解することって簡単なことじゃないんですよね、なぜかといえば実在しないから、いやそりゃそうなんですよね、うん、まあでもなんかこんなに実在しないのにこんなにキャラ立っててこんなに世界中にいるっていうのは確かに変ではある、うん、不思議ですよね、不思議ではある、はい、目に見えないし手に触れないし観察もできないし解剖もできないんですよ、うんうん、だから龍の化石とかもないんですよね、うん、だから生物学みたいなアプローチでそのなんか起源を探すこともやっぱ難しいんですよ、うん、で龍は想像上の産物であるがゆえに龍を知るにはまた想像するしかないんですよね、うんうん、でしかもほら想像上の動物だからその姿とか形とかあとは性格とか属性とかは人によっても時代によっても多種多様なんですよね、うん、そこも龍を知る難しさの一つにはなってるんですよ、まずも西洋と東洋でフォルムがバコッと分かれますから、ね、そうそうそう全然違いますし、ね、扱われ方も違いますし、ね、浮かんで飛んでるのが東洋で、で地面について炎吐いてるのがあれですよね、そうですそうです西洋だから、はい、
で、うん、僕も今回龍の歴史を勉強して初めて分かったんですけれども、うん、実は龍に関する研究っていろんな学問分野で行われているんですよね。ああ、やっぱりやってるんですよ。なんか歴史学、民族学、考古学、宗教学。考古学。そうそう。あ、遺跡で出てくるとか。そうそう、遺跡でそら龍をかたどったなんかものが出土してくるんだよね。そっかそっか。あとはその美術とか、あと神話伝承の研究だとか、なんかそういったあのもので。いろいろ実は龍の研究というのはあるんですよね実際、はい、でテーマもすごく広く及んでて、その政治宗教とか儀式神話の中で龍がどう扱われているのか、どう描かれてきたのか、人間とどのような関係を結んできたとかさ、あとは時代ごと文化圏ごとの龍のビジュアルとか解釈の違いがどうなってるのかとか、龍の文化がどのように伝わっていって、どこでどう受容されたのかとか、いつどこでどのように龍っていう概念が誕生したのとかって、結構いろんなテーマがあるんだよね。気になるね。でやってる人がいるんだよね。誕生とかめっちゃ気になる。確かに。そう。で例えばですね、龍の起源を一つ取ってみても定説はないんですよ。なさそう。わからなさそうだもんね。諸説紛糾してて。で古い時代に遡れば登るほど文献や資料っていうのは乏しくなっていくから、推論によって龍を構築していくしかないんですよね。まあそれだけ龍は研究対象としてまあ非常にまあなんていうか好奇心を引きつけるものであるし、まあ多彩なポテンシャルをはらんでるとも言えるんですよね。で今回のじゃあこういった龍に対して今回何を話すかっていうと、龍の歴史という膨大な領域の中から龍の起源に絞って話したいなというふうに思います。マジで起源、はい、起源だけでこんちゃめっちゃ喋れる、喋れないから。でもめっちゃ起源だけでもめっちゃその研究 の, あの蓄積があるから、その中でも東洋の龍、中国で生まれた龍の起源について話します。ほう、え、起源の中でも東洋、そう、東洋の龍、ドラゴンの話を今回はちょっとしないです。へえ、さらにこの東洋の龍の起源でももうめちゃくちゃいろんな説があるから、うん、その中の仮説の一つをピックアップして紹介したいなというふうに思ってます。はい、あの龍の起源に関してもさ、もう学者みんないろんなことを言ってるんですよね、いろいろ読むと。でみんななんかこうエッジの効いた面白い説を主張しようとしてて、なんか一本グランプリみたいな状態になってます。大喜利、あ、こんな状態なんだと思って、いやだったらもうこのね衝動編でももう面白いこと話し合おうと思ってた、ね、そう、でいろんな説を自分で見て、あ、これ話したらちょっと面白いかなと思って、あの取り上げることにします。なので今回話すのはあの仮説の一つです。なるほど。うんうんうん、ただ単にあ、こんな面白い仮説があるんだって、それでなんか好奇心を持って刺激されて、皆さんで自分でいろいろなんか調べたりとかするといいのかなと。なるほど。いうふうに思います。人間の想像力の歴史やこれ。うん、そうなんですよ、ね。面白そう。だって龍の原産地って言ってしまえば人間の心ですからね。だから龍を知ることは人間を知ることにもつながるかもしれない。なんかかっこいい。いやいや、僕はもうネタを仕込んでくる男なんで。確かに。かっこいいな。なのでちょっとこれから話に入っていきたいんですけれども、その前に東洋の龍、まあ、いわゆる中国大陸で生まれた龍なんですけれども、まあ、これに対するちょっと前提をねちょっと揃えてみたいなというふうに思ってます、でほら龍って言葉を聞くと我々は大まかに抱くイメージがすでにあるんですよね、これ自体でやっぱ結構すごいことですよね、すごい、はい、龍の例えばなんか画像を見てこの動物の名前は何って聞かれると、それは龍だって我々は答えられるんですよ、示し合ったわけではないのに、なんかこう大まかな定義とかビジュアルを我々はなぜか共有してるんですよね、我々はいつ頃から共通の龍のイメージがインストールされたのかという疑問もあるわけですよ。確かに。じゃあまあなんか具体的なイメージがないとちょっと話が進まないので、まあここでは仮にドラゴンボールのシェンロンのイメージを借りたいなというふうに思ってます。まあ知ってる方もね多いかなというふうに思いますね。ドラゴンボールの中にシェンロンが出てきますよね。こう7つのドラゴンボールを集めるので願いを叶えてくれる龍ですね。まあビジュアルの特徴をちょっと挙げてみますね。まあ体が蛇のように細長い。で鱗がついている。で蛇腹になっていると。で足が4本あって鷹のような鋭く曲がった爪があると、でドラゴンボールを掴んでいることもあると、で鹿とか羊のような角が生えている、でライオンや馬のようなたてがみにナマズのようなヒゲ、でワニのような面長な顔に鋭い歯が並んでいると、で頭から尻尾にかけて魚の背びれのようなものがずっとついていると、まあトサカにも見えるんですけどねこれが、
もうもろにこれです。そうなんですよ。もろにこれ。もろこれです。我々の言うで、日本昔話、ね、ああのオープニングでなんか出てくるやつ。俺は多分あれでインストールされた。あれもそうですよね、うん。あれも一緒だよね。うん、このイメージとね。うん、そうなんだよね、うん、でも日本昔話のあれも確か体の色緑だったよな。緑だったと思う。でも 手がね一本こうやって前に出て、あそうだったかも。そう、かわいいんですよ。あそうやった。もう一回見てみて、みんな。そうだったかも。ちょっと後で見てみよう、うん。まあ、実は細かく言うと、その緑の竜とか青い青竜とかもいろいろなんか ね、 バージョンがあるらしいんだけどね。確かに、うん、はいはいはい。でここで何が言いたいかというとですね、実在する動物の部位を組み合わせたのが竜なんですよ。確かに、まあ、ある意味当たり前なんですよね、うん、いろんな実在の動物の特徴とか属性を、うん、いわばキュレーションをしてるんですよ。お、だから竜は古典ラジオなんですよ。ちょっとそれはちょっとほらでも古典ラジオを作った人の名前は何ですか？龍之介。龍之介なんです。過言じゃないかな、これ。過言ではない。過言じゃないです。過言じゃない。意味のないまとめ方で抽象化しすぎて。そう。まあでも確かにね、見たことない部位はない。ないでしょうね。だから竜だけじゃなくて、うんうん、ほらキリンとかユニコーンとか天狗とかもほら、ね、なんか実在のものを組み合わせてるんですよね。確かに。でこれだけでもさ、いろんな論点が含まれてるんですよね。まあ、そもそもなんで動物を対象にしたのか、うん、動物をなんで組み合わせたのか、うん、どういう動物から組み合わせたのか実際はとか、うん、なんか竜の原型になった動物があったのかどうかとかさ。本当だ。で人間が入ってないっていうのも面白いな。そうですよね。この中に、はい、うん、で動物を融合させるっていう行為が行われるのはどのような時代背景があったからかみたいなとかさ、まあこういった論点に対してまあ全部は答えられないんですけど、今回のシリーズで皆さんの、 この想像力をかきたてるような、なんかきっかけをね提供できればいいかなというふうに思ってます。確かに本当だ。はい、面白いですよね。なんかこれ人間の手とか、ね、あの目とか鼻とか使ってもいいですもんね。そうですよね。入れようと思えば。うん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 、この時入ってないの。はい、はいはいはい。で今は竜のビジュアルの話をしました。はいはい、次に竜の属性ですよね。はいはい。まあ人知を超えた神的な存在ですよね。まさに。尊いし、なんか神秘性をまとってるし。そうだよね。で滅多に人の前に現れないと。確かに。いつもいたらちょっとありがたみがだいぶ下がるもんね。そう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 。なんか交差点とかにいたら嫌だ。スーパーの袋持って竜いたら嫌っすよ。駆除されるか、駆除。駆除の対象なんだ。確かに。で空とか海とか川とか滝とか山にいそう。いそう。いそうだね。で強さと武田家しさ、そして恐れ多さを兼ね備えている、ね、で何か御利益があると、うん、まあどちらかといえばポジティブな存在なんですよね。東洋の竜そうだよね。まあ逆にその西洋のドラゴンはなんか割と最初は邪悪な存在、そうなんかモンスターだよね。西洋のドラゴンって。確かに。そうなんだよね。で能力、うん、羽はないけど風とか雲とか木に乗って飛ぶ、そうですよね、うん、自然現象を操る、雷雨嵐を呼ぶ、ありますよね。確かに空飛んでるのに空飛べる、うん、そう、それおかしいっていうかすごい想像だよね。よく考えたら、よく考えたらだから、あれは気に乗って飛んでるかもしれないですよね。海蛇が海を泳ぐように空を泳いでる感じだね、うん、あ、そうそう、そのイメージだね、うん、はい、であとは人間とか他の動物とかいろんなのものに化ける能力があるんですよね、はいはいはい、なんか西遊記ありますよね、はいはい、西遊記の三蔵法師が乗っていた白馬ももともとは竜なんですよ。そうだったね。そうそうそう、そういう能力もアビリティもあると。そうだったね。坂井正樹バージョンのね、うん、はい、いや、あの原作の方でしょ。原作それは面白かったですよね、うん、はい、懐かしい。懐かしいでしょ。めっちゃ懐かしいわ、うん。で竜の起源を話すにあたって実はもう一つ裏テーマがあるんですよね、うん、これは僕は結構重要だと思ってて、で今我々は普通に竜竜とか言ってるんですけれども、私たちが我々が今言ってる竜と昔の人たちが言ってる竜は果たして同じ竜を指すのかどうかっていう大きな論点があるんですよね。今我々が言ってる竜っていうのは我々にとってそのシェンロンのようなイメージと固く結びついてるんですよね。竜といえばドラゴンボールのシェンロンとか横山大観の竜みたいなイメージが浮かぶし、まあ、逆にそのドラゴンボールのシェンロンみたいなビジュアルを見ると、あ、これは竜だと我々は認識すると、うん、でもこれは古代の中国の人にとって必ずしも当てはまらない可能性が高いんですよね。これは大きなテーマなん、論点なんですよ。古代の中国の人が使っている竜という名前と結びつけられている対象っていうのは我々から見ると竜に当てはまらないかもしれない、
つまり名前と実体の関係性が所有のものじゃないんですよ。さあ、なるほど。はい。で、長い歴史の中で名前と実体の関係性が変わったりぶっ壊れたりすることってまあまああるんですよね。これ、うん、これさ、その言葉の表記とかでもよく起こりますよね。おうおうおう。例えば日本の昔の言葉っていうと遊ぶっていう言葉があるんですけれども、うん、昔だと楽器を演奏するとか歌を読むっていう意味なんですよね。だから今では全然その意味ないじゃないですか。はいはいはい。はい、だからそういうものが実は龍と龍っていう名前の関係性の中でも実は起きてるんじゃないかと。うわ、あってもおかしくない。そうなんですよ、ね、確かに。はい、だからなんていうか、龍の起源を考える上で龍っていう名前とその名前が指す中身を分解して考えるっていう視点が非常に重要なんですよね。でこれに一個ちょっとこういい例の文献があってですね、あの四季っていう中国の昔の書物があって、まあ、司馬遷ですね、司馬遷っていうあの漢帝国の時代の人が編纂した歴史書なんですけれども、うん、まあ、この中に実は龍が登場してるんですよね。うんうん、まあ、花王朝っていう、まあ、夏の王朝と書いて花王朝っていう、うん、まあ、伝説上の王朝の話が載ってあって、うん、まあ、そこの帝が龍を買ったっていう記述があるんですよね。うんうん、なんか空から龍のつがいが降りてきて、うん、でそれをこの皇帝がですね、皇后っていう皇帝が買ったんですよ。うんうんうん、あ、買うってバイ？それか飼育の、飼育です、ああ飼育です、はい、買ったね、買った、そうそう、はい、飼育の方の買ったですね、はいはいはい、でもそのメスの方の龍が死んでしまったんですよね。あら、で死んでしまった後にその飼育係の人、飼育係の人は死んだ龍の肉を帝に献上して食べさせたんですよ、うん、でその龍の肉は美味しかったので、うん、あの帝はさらに龍の肉を求めたけれども、まあ、調達できるわけもないので、その飼育係の人が逃げたっていうエピソードが書かれてあるんですよね。うん、なんか怪しくない？うん、であのですね、あの想像上の獣であるはずの龍が歴史書の中にあたかも実在のものとして描かれてるんですよね。うん、これはいくつかの可能性があります。まずこの話自体が伝承や神話であると、はい、うん、龍はあくまで想像上の生き物として、あるいは何かのメタファーとして描かれた可能性があると、うん、でももう一つ可能性があるんですよね。ここで言う龍は実在の何かの動物を指していたのではないかという可能性なんですよ。うわ、おもろ。はい、そう、その動物を指して当時の人たちは龍って呼んだのではないかっていう話です。おもろ。はい、で何かの理由があってその龍っていう名前自体が実体から剥がされてイマジナリーな龍になっていったんではないかっていう説があるんです。おもろ。うん、でも天から降ってくる動物でしょ。おう、うん、誰？それも分かんないよ ね、 ね、うん、でも魚とかたまに天から降ってくるからね。そうだね、竜巻とかで、竜巻とかで、うん、なるほど。だから可能性としてはあるんだ。まあでもだから天から降ってきたとこだけちょっと誰かが持って離して、うん、そこだけ持ってね、そこだけ持って離して食ったのは本当の動物の可能性もあるし、うん、飼育したのも本当の動物かもしれない、かもしれないですね。分かんないですけどね、うん、あくまで仮説がいろいろありますけどね、うん、はい。でここで龍の起源について、じゃあ研究の話をについてちょっと話すと、うん、だから龍の起源についての研究の難しさもここでも実はあるんですよね、うん、だから何かっていうと龍という名前の記述が文献に残っていることと、うん、ビジュアルイメージが分かっている資料ですよね。例えば絵とか龍をかたどったなんか像とかが同時に揃ってないと、この時代の人たちはこの形の動物を龍と呼んだっていうのは言えないんですよ。確かに、そりゃそうだ。うん、だからそういう地道な同定作業をいろんな人たちがやってる。もうそういう領域があるんだもん、学問の。そうだ、そうそうそう。いやでも確かにさ、うん、なんていうの、人間みたいに暮らしてる竜とか出てくるじゃん、うんうん、たまに、うん、そうだね、うん、あの中国の昔なんか古代のなんか話とかで竜王みたいな、はいはい、あるある。あれはよく考えたらシェンロンでは生活が、うん、難しいですよね。トイレとかさ、シェンロンタイプの方からの台所で料理作ってるとことか想像できないからさ、うん、やっぱなんか人間型を想像して多分暮らしてる、こういう宮殿に暮らしてるみたいな話とかあるわけじゃない、うんうん、でもしかして当時の人たちはそれを龍と呼んでいたかもしれないけれども、我々から見ればこれなんか別に龍じゃねえじゃんみたいな、うん、っていう可能性はあるんですよ。いやいいね、面白いですよ。本当だ。いやだってそもそも龍イコールドラゴンって
訳されてるのもおかしい。おかしいですよね。ですよね。今考えたっす、うん。ドラゴンはドラゴンで、うん、竜は竜だよね。うん、そうです。で、俺らは、うん、竜って、ドラゴンの日本語訳だよと。うん、逆にドラゴンは、はい、竜の英訳だよって言われると、うん、そうだなと思うんじゃないですか。うん、でも僕らはドラゴンはあのビジュアルで、うん、竜はあのビジュアルでって分けて考えてるのに、なんかここ、はい、英訳和訳の関係って思ってるのも、そうなんですよ。よく今考えたらわっけわかんないんですよ。そうなんですよ。だからそれくらい今現代でもぐちゃぐちゃなのに。うん、なんか当時のそんなになんかね、うん、そのメインストリームみたいなものがないわけじゃないですか。この印刷物が爆発に売れた、うん、的に売れたみたいなないから、うん、ドラゴンボールとか昔話みたいなそのメディアもそんなに発達してないし、うんうんうん、でこの絵を見ればわかるみたいな、うん、その絵も別に写真が出回ってるわけでもないし、そう、名前と実体に対して共通概念を持つっていうハードルがやっぱ高かったですもんね、うん、高いですよね、古代は、うんうん、そのじゃあどっかに描かれてる壁画とか天井のドラゴンを見てる人は相当少ないはずだから、うん、そのね、移動のハードルも高いし、今より、そうそう、旅行とかそんなに行けないから、うん、とか考えると統一されてるって考える方が結構むずい。そうなんですよ。なるほど。だからこれが裏テーマなんですよ。はあ。竜の起源の、うん、なのに竜っていうものがなんかずっと伝わってきてるんですね。そうなんですよね。なんじゃこれ。不思議なんですよね。はあ、うん。まあこういう竜の起源の研究のなんていうか魅力でもあり難しさでもあるので、まあ、研究の文献はほとんどなんていうか仮説とか解釈なんですよね、うんうん、まだ事実は正直まだ解明中みたいな状況です、うん、その中からですね、まあ、東洋の竜の起源について、まあ、この動物が原型になったのではっていう仮説の一つをですね、ピックアップしたいなというふうに思います。なるほど。それが次回以降。はい。うわ、すげえワクワクする、うん、なんこれ。まあ、だからやっぱり僕の今を作ってるのがやっぱドラゴンボールとかドラゴンクエストでしょ、で、はい、であと坂本龍一でしょ、で龍之介なんでそれは間違いない。坂本龍一から本当だよ。そうね、めちゃくちゃ深井くんから影響を受けてますからね。そうなんですよ、あの樋口さん。あ、そう、ありがとうございます。だいぶドラゴンに影響を受けて今、うん、はい、いろんなドラゴンから、さまざまなドラゴンから影響を受けているから、いや、すげえ興味深いですねこれ。うん、じゃあそのルーツを、ルーツを、はい、はい、いや、ありがとうございます。いや、ちょっと楽しみですね。はい、じゃあ本日は以上ですかね。はい、ありがとうございました。